はい、皆さんこんにちは。本日はですね、理科の入試問題分析をしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけで今回は理科ですね。今まで数学、英語、国語とやってきました。4教科目理科です。まあ、理科もまず見ちゃいますね。正答率と配点の表、こんな感じでございます。理科細かいですね。理科も問題の構成としては毎年そんなに大きくは変わりません。問1から問8まで、小問と大問っていうのがあるんですけど、小問っていうのは例えば3問あったら3問全然違う問題、つながりがない問題。大問っていうのは3問とか4問あったら全部がつながった1個の大きな実験の話をずっとしてるみたいなね。そっから問題が出るみたいな形です。まあそんなにね、問題形式気にしなくてもいいけどね。結局は知識だったり、その知識をもとにした考え方が問われるので、そんなに気にしなくてもいいですけど、情報量が全然違ったりするんでね。大問はやっぱりその元の分が長くて、その中から必要な情報を取らなきゃいけなかったりするので、そこはちょっと注意ですかね。まあそれはまた秋冬の入試問題ガツガツ解く期間で慣れていけばいいかなと思います。で、理科っていうのはまあ大きく分けて4分野で構成されてます。物理、化学、生物、地学ですね。物理、化学は昔は1分野なんて言われてね、生物と地学は昔は2分野なんて呼ばれてました。あ、ちょっと一回こういう消してあれ見せておきましょうか。ちょっと見にくいけどね、概要欄に貼っておきます。こちら、学習系統図ですね。理科の学習系統図、ここにも物理、化学、生物、地学で分けて書いてあって、でまあ基本は1年間に1個ずつやるわけですね。1年生で物理1個、化学1個、生物1個、地学1個みたいな。でまあプラスアルファで科学技術と人間みたいな自然環境と人間みたいなプラスアルファはあるんだけど、まあ基本は4分野を1年で1個ずつやっていくから、資産12単元がメイン単元ですね。12個の単元。物理の1年生だったら光、音、力とか、2年生だったら電気だなとか、3年生だったら運動とエネルギーだなとか、ね、学習指導量が変わってちょっとずつ入れ替えがあったりするんですけど、まあ大まかなところはそんな感じです。なのでまずこれはちょっと頭の中入れとくといいね。その勉強しやすいですよね、目次があった方が。だから地学の1年って言ったら大地のことやったなとか、地学の2年だったら、天気のことやったなみたいなイメージは持っておくといいでしょ。これね、これが基本になるかな。で、理科はその分野ごとに出題されるんでね、単元ごとに出題されるんで、あんまりこう横断型っていうのはそんなにないので、まあ、安心して一つずつの単元をちゃんと理解していくっていう勉強の仕方でいいかなと思いますね。こんな感じになってますよと。で、それを踏まえてまたちょっと戻りましょう。最初のやつ出せるかなまあ出せるかなって僕が出すんですけどはい、そうね。だからもう一回改めて言うと、問1が物理の小問、問2が化学の小問、問3が生物の小問で、問4が地学の小問になります。で、問5が物理の大問、つながりがあるやつね。問6が化学の大問、問7が生物の大問で、問8が地学の大問という形になります。で、まあ例えば地学だったらさ、3つあるって言って、まあ、大地と天気と天体なんですけど、それが何が出るかっていうのはまあランダムだね。続けて出る場合も今まで見るとありますからね。ここはあんま山張る必要ないかなと思います。これ見て、例えば正答率見ても、わかりやすく言えばさ、どこが簡単っていうのもあんまないんですよ。例えば今回問1の、あ、正答率 39.8% ですけど、去年は多分 85% 以上あったんじゃないかな。8割以上あったと思うんですよ。だからどこが簡単か、まあ、難しいかっていうのは年によって結構変わるから、あんま決め打ちしない方がいいね。大問だから難しいかっていうと、例えば問6のあなんていうのは 84% あるわけでしょ。去年問6のあは多分超難しかったんですよ。多分一番低かったぐらいじゃないかな。20% 切ってる問題だったので。だから、年によって結構その、問い何の、問い、ここが簡単とか難しいっていうのは、バラバラです。数学みたいにね、問1絶対簡単みたいになってないので、そこはもう知っといてください。焦らなくていいですね。問1が難しいからっつってね。だから理科に関しては、まあ、配点も見ていただくと分かる通り、まあ、4問、例えば問1が4問だから、これ3312。で、つまり9点分になってると思うんですけど、問い3も、これ3問だから333で9点になってるでしょ。だからまあ、大体どの分野も同じぐらいの点数になるように作られていると思います。
じゃあどうやって勉強していけばいいのかっていうところですけど、まあ目標点数にもよるんですけどね、目標点数にも、例えば理科が半分とか6割ぐらいでいいよ、自分のね志望校に対して理科はこのぐらいの点数でいいよっていうのがあれば、まあおすすめはやっぱりできるところから勉強していく、得意な単元から固めていく、得意な単元から入試で点を取れるレベルにしていくっていうのがやりやすいんじゃないでしょうか。例えば2年の電気が苦手だと、まあじゃあ例えば仮に50点狙うとしよう、50点狙うとして理科の単元が苦手、電気の単元が苦手だっつって電気ばっか勉強してもやっぱ難しいんですよ。難しい単元って結局点数にならなかったりするから、まあ無駄になるわけじゃないけど、やっぱ点数取りやすい、自分が点数取りやすいところから勉強していった方が点は取れるね。減点方式じゃないからね、加点方式ですから。だから点が取りやすい単元から勉強してって入試問題を解けるレベルまで上げていくっていう戦い方がおすすめです。せっかくこんだけ単元が、こんだけってこうか、こんだけ単元が分かれてますから、まあそれ活用しましょうよ。自分の得意なところから、なんかまんべんなくというよりは得意なところをカチッカチッ固めて、例えば私は天気はできるなとか、じゃあ天気の単元からまず固めましょう。出るかどうかはもちろん分かんないよ、出るかどうか分かんないけど天気はい大丈夫。じゃあ次生物行こうかな。じゃあ生物の仲間分け、はいこれ大丈夫。で人体の構造、はいこれ大丈夫みたいな。このできるところをどん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 こう増やしていくイメージだね。これがやっぱり必勝パターンじゃないでしょうか。もちろんトップ校を目指すっていう子は穴が作れないので、まんべんなくやんなきゃいけないじゃん、それこそ。だからまあ苦手な単元を後回しにするっていうのはありだと思うんですけど、基本例えば今の時期このテスト、学校のテストもあるでしょ。だから今までやった内容、理科社会に関しては予習はあんましなくていいと思うので、よっぽどできる子じゃない限りね、今までやった単元、1年生2年生で3年生の今やってるところ、ここまではまずしっかり。だからまあ大体6月頃テスト、だそのテスト勉強終わった瞬間、その1、2年生の復習をしっかりやっておいて、夏の終わりぐらいまでにはまあ1、2年生と今までの3年でやった内容はまあある程度頭の中入ってるよって状態作れるといいですね。で夏明け、まあテストある子もいると思うんだけど、夏明けまた学校の範囲の内容をまあ完璧にして、でその最後のテストが終わった後は入試問題ガツガツ解けるような状態に作れておくといいね。だから理科やっぱ難しいのはさ、今学校によって自由に進めていいんすよ。だから学校によってはさ、なんか2人とか3人先生がいたり、2人はね結構多かったですけど、今年3人いるっていうそれねえ、理解力がある生徒は3つ同時進行でさ、例えば物理と化学と生物を一緒にやるみたいなもんですよ。まあ、3年生だったら運動とエネルギーやりながらイオンやりながら遺伝やるみたいな、これ大丈夫かなってちょっと思うんですけど、進め方が結構学校によってバラバラなんで、理科はで授業で何言ってるか分かんない率1位ですね、理科難しかったりするからね。あとはやっぱ本当に理解しようとすると高校内容までちゃんとやらないとね、例えば化学の化学式なんでこの形なのとか、イオンってなんでこうなのっていうのは中学だとちょっと触りしかやらない部分ももちろんあるので、で理解したからといって点数になるわけじゃない、暗記も必要だし、でそれをその暗記したものを問題文の中で必要な情報だけ抜き出して解くみたいなね、数学的な要素もあるでしょ。だからまあ理科っていうのは難易度高い単元になりが、難易度高くなりがちですけど、たださっきも言った通りその横断的な要素はあんまりないので、一個ずつの単元をちゃんと落ち着いてやっていく。だからまず暗記だね、必要な語句とか暗記で、暗記したと思ったらちょっと難しい問題解いてみる。要は知識を、どれの知識を使うかなっていう練習だね。でそれもある程度できるようになったら、まあ入試問題ガツガツもうチャレンジできるわけですね、1、2年生の内容だったら。例えば科学とかはちょっと積み重ね的な要素、1年、2年、3年がバーッとつながってるので難しいところもあるかもしれないですけど、例えば地学の単元とか物理の単元とかっていうのだったら、もう1年生、2年生の内容は新しく知識が増えることはないから、ほとんどだからそこの入試問題はできるわけですから、チャレンジしてみてもいいでしょう。そういうふうに単元ごとでちゃんと戦うっていうのが理科の必勝パターンです。あとはまあ、塾行ってる子は塾の先生に聞けばいいと思いますし、行ってない子なんかも今ネットでねすごくいい動画、まあ YouTube とかでもあるでしょ。やっぱ言葉だけじゃなくてね、イメージがあると理科なんか分かりやすいですから、天体とかもさ、月の動きとかってさ、こう紙上で言われてもなんかイメージしにくいじゃん。だから今アプリとかで月の動きのアプリとかね、
星座の動きのアプリとかっていうのがあるから、そういうので実感を持てるようにするといいね。イメージっていうのかな、字面だけじゃなくて絵でイラストで動画で理解するのはすごくいい学問だと思いますので、例えば NHK さんがやってるさ、なんか実験動画とか YouTube で見れるやつもあるし、まあそうね、 YouTube で検索すれば今いっぱい出てくるからね。そういうのを活用してイメージで覚えていけるといいでしょう。その時によくね、本質理解って言いますけど、その言葉の意味をしっかり理解すること。例えばそうだな、じゃあ深くなればなるほど浮力っていうのは強くなるんですかみたいな質問された時に、いやいや浮力は深くなっても強くなりませんよ、それは圧力の話ですよねみたいな、水圧の話ですよねみたいな、この言葉の意味をちゃんと説明できるようにすること。水圧と浮力の違いって何かなとか、電流と電圧の違いって何かなとか、なんかそういう一個ずつの言葉に対してちゃんと自分なりのイメージを、説明できるイメージを持っておくとね、これ言語化って言いますけど、まあ理科は解きやすいんじゃないかなと思います。実際数学とかのさ、応用問題に比べると理科の応用問題っていうのは計算そんな複雑じゃないことも多いしね。だから一個ずつの言葉の意味ちゃんと知っておくと、ああ、こういうことでしょって解けたりもするので、その単元ごとをしっかり固めるときに、一個ずつの言葉の意味とか、まあ、言葉の違い、例えば単子葉類と総子葉類って何が違うんだっけとかっていうのをちゃんと自分で説明できるように勉強していくといいんじゃないかなと思います。かな。まあ理科っていうさ、学問はさ、その、世の中の断りを学ぶ学問なので、単純にね、知れば知るほど世の中が面白く見えると思うんですよ。だから、まあ一番ね、なんか一般常識に近い学問かなとも思うので、まあぜひ、なんかいやいやというよりはね、楽しみながら、あ、これってこういうことなのとか、あ、マイナスイオンってよく聞くけど、あ、そういうことなのみたいな。山登った時、ポテチパンパンになるけど、あ、そう、こういうことなのみたいな感じで、ちょっと驚きを持ってね、楽しく学べるといいんじゃないでしょうか。今、今日これ5月に撮ってますけど、まあ修学旅行とかさ、体育祭とかさ、まあ、あと、それが終わればテストでしょ？イベントがすごく多くて、部活もね、もうラストスパートでしょ？忙しいし、暑くなってきたし、体力的にきつい受験生の方々も多いと思います。だから休むときはしっかり休む。ね。まず健康第一ですから。それを踏まえて、まあ、空いた時間、今までちょっとゲームやってたとか、今までちょっとスマホ触ってたような時間を、まあ、勉強にね、置き換えられると、未来の自分が楽になると思いますので、ね、ぜひ。頑張りましょう。ということで今回は理科のお話でございました。またお会いしましょう。バイバイ。